サイコホラー買ってきました忘れ去られた過去の痕跡をたどりながら屋敷の奥深くに隠された秘密を解き明かすために自らの心の暗黒面と対峙するんだってオッケー始めまーす言うほどよくわからんあらすじやなあ <laughs> 導入あるのいいねタイトル画面から思ってたけど結構明滅するな少しの間なら別にいいよくそもう少しなのにあもう動けるや 導入合あってないようなもんやったな何するかよくわからないけど調べられるところチェック作業から行こう暗黒チェストやん何かあるかもしれないけどわからぬというか BGM ないんだねヘッドフォン推奨なんやし何かしらを警戒していけアストラルトラベルできる体調ではないアストラルトラベルってなんやくんぐったら出てくるけどよくわからないからよくわからないままで大丈夫だよいつものホラゲーってことだねミニゲームか こういういサムネの解説動画たまに見る特に画面を触れたりもないんやな後で使うとかかな明るくてうれしいけど暗いところは完全に闇やな現実的ではあるコントロールキーでしゃがめるのは普通なんだけどシフトで歩行が遅くなるのちょっと罠。なあこれ無理暗すぎるやろライト探せってことかな救護するのやめやこれは通常歩行なんだよな こっちも暗黒なんだけど行くしかないチェックできそうなポイント出てるから正解やろ奥が灯った久々に地獄かこれ他は触れないけど遠いだけの可能性にかけて歩きながらチェックするおおええやん間取りに慣れてるであろう住人以外困る暗さだった鏡に映らない吸血鬼かなんかが チェックマークない場合は引き出しとかも意味なさそう湯船なしは疲れ取れないやろな便座が上がっているいや蓋だけかスチームでは生首が入ってるのが流行ってるでスチーム以外でも流行ってたんだよな最初の部屋とトイレの間に何かある廊下つくやんけうんまあごめん別の暗黒空間もライトあるのかもね 未だに目先のやること分かってないからどんどん進めどんどん進みたいから脱出機能欲しいや家の中で走らないのはリアリティあるやろでっけえクッキーしけってそうそもそもクッキーなのこれメンタル回復アイテムぽいなリソース管理ゲーでもあるのか取っておこうメンタルゼロっぽいしたベトケどこでわかるのそれ左下の脳みそマークやなこれも回復かな いっぱいあるし一つくらいなら飲んでもいいか飲む音とくっそ汚いな回復したかわからない回復できてたらアストラルトラベルができるんやないかじゃあ寝るまさか合ってるとは思わんかったわアストラルトラベル空間に長時間いると精神に悪影響を及ぼすできるだけ早く戻らなければならないもう気分が悪い見慣れた暗さやななんかすっごいふわふわしててよ夢の世界なんやろなライトゲット右クリックタイプか 正直忘れるから F にしてほしいカメラ操作が妙に重たいのと歩きで画面が揺れるからくっそようなこれ下段はしゃがまないと開かないみたいだなんやドキドキしてるわからんことだらけで困惑しかしてないで精神が限界なんじゃメンタルゲージか忘れてたわ変な夢を見たせいで寝たのに疲れ取れないのはたまにある 回復リソース使いいい切ったらら眠れないからまないかこれななかかまこ冷蔵庫にあれだけドリンクがあれば大丈夫でしょ、多分まあさすがにやな、部屋も広すぎんし大丈夫か。ゲージなくなってから意外と粘るね。あもうダメか。あんま好きじゃない音や耳鳴り気分。<laughs> 起きただけか。わからないけどメンタル満たしてもう一度寝よう。う同じこと繰り返してもないやしテンポよくいけ。開けてない引き出し、調べるくらいしかやることはないよ。 にに15分やってるのに進展がないことに恐怖していけこの角度の引き出しに物が入ってるとは思えないや勝手に閉まらないのはいい作りしてるなさっきギリギリで見ることができなかった引き出し上も下も何もないなしゃがんでベッドの下とかも見たけど何もないやおおクリックしたら何か起きたいやこれ最初のベッドやから目覚めるだけやろやることわからないんだがあでもライト持ってる 現実に持ち出せるって説明あったかないけどこれホラーだよホラーなら夢と現実がリンクしてるのが当たり前だと思うなよこれで最初の頃に諦めた暗い場所を進めるね夢で何か手にして現実を攻略するゲームなんやなストアにも書いてなかったから私も初めて知ったよ4桁のナンバーロック ?4 桁ならパソコンのドクロが4分割されてたなそう思って見てみたけどわからぬここは眩しすぎて目が死ぬ 数字に見えななくもないかどこをどう見たら数字なのか詳しく教えてもらえますかちょっとキれ気味なのやめろつまったから寝るもう調べることもないやろ何か増えてることにかける世界は変わってないな同じ場所にトラベルするものなのかね縦型の引き出しももう一度開けろそれは開けても見えないもんしゃがまないといけないから面倒だしおん増えとるやん7324だね。 7なのか1なのか微妙にわからん1一個わからないだけなら問題ないえ合ってるよね鍵外れただけで開くのは自分でや鍵が外れたかもわからなかったよ中身が見えないゴミ袋はちょい怖い死体入ってそうよな棚を DIY したのに何も置かないのか作りたいだけの人もおるからなもうこれサイコホラーじゃなくて謎解きゲームでしょ 雰囲気的には立派なホラーやぞほら5桁で5色や探しに行くぞちょっとだけドラクエセブンを思い出すいやわからん左奥に新天地が見えたマジやんけ家が狭いから夢では広い空間を見るのかね割と普通よりも広いぞあの部屋てかアストラルトラベルであって夢ではないやろどっちにしろ現実ではないから夢でひとくくりにしていいかなと向こう側の引き出し開けるために頑張ればいい感じかな りり付きにされとるるややつおるやん襲ってきたりしないか体に数字が刻まれてるとかでもないな空間が変になってる開くんか無理だね鍵がかかってるのか本当に開かない扉なのかわからんな受付みたいなところに引き出しがあったからそれを調べるために受付方向に進んでみる迷路じゃなくてよかったな暗いなら迷路を出すな迷路を出すなら暗くするなって知らない 知らんで、てか今のこれは迷路ではないんかただの暗い病院でしょまあ暗すぎる病院やな。今左に扉あったよ。見逃した上にロビーまで戻っちゃうふぬけな二人。弁明のしようがないや。歩くの遅くてカメラが重い上えに暗いとかいうコンボが悪い、いちゃもんだと思う。走ればイヤダッシュはないしシフト押すと忍び足になるんだがそれは本当に謎機能です。 そそろそろメンタルゲージもなくなるなおここの扉は調べられるけど開かないから鍵が必要パターンかな目的が増えたなちゃんとした部屋もあるんださすがになんかありそうやなお暗号か視力検査のやつじゃないのカレンダーかもしれんぞ左上に8って書いてる数字1つゲットやんこの大きさで5個あるなら目を凝らさなきゃだねまっ やるることがあってるっててだけで嬉しいわメンタルゲージ限界だけどこの部屋は調べ尽くしておきたいメモとかが全然ないからシナリオがずっとわからんわアストラルトラベルできるのは主人公だけなのか誰もができるのかもわからないしねおう鍵どこのや診察室かな部屋名聞いても場所わからぬ出てすぐのところか床に敷かれたやつか受付のとこやな限界だから近いとこだけ調べてデスルーらしよう ここの鍵ではないことがわかったからよし数字が全然集まってないからまた来るで寝起きでトイレ行ってドリンク飲みまくってくるほな行こうかトイレ行く意味はあったか寝起きで行くでしょ寝る前に行くわ寝る前にも行くよ言うほど興味ないからこの話ええわ床の扉の鍵じゃなかったよそこ開いても落ちるやろうしそうだと思ったじゃ本命の暗すぎて見逃した扉行こう ライトはこんなにも明るいのになんで見逃したんやろな。鍵を消費したのかわからないけどここで合ってる他に扉ないやろ。今の扉に鍵かかってたのかわからないままだなあと、さすがに何かあるよね。まぶしくて読めん。消したら読めるとななやな。これで進める場所もうないんだけど数字どこにあるんだろう。わからんから現実で探索と回復して、現実になんもないからまたネタで。リアリティがあるね。 うちは現実が楽しいから寝る時間削りたい派や乗らずに調べるとか乗って調べるとかかなそんなわけわからん条件やったらなくて調べる系じゃなくて見渡す系とかあ、左上見ろやなんかあったおお、見やすい大きさ他のしれっと書かれてるんやろな残り二桁だし運に頼るのもありかもせめて最後の一桁まで我慢しろ今のところ集めた数字が877だから バナナって語呂合わせになってるし後半もいい感じにはまるのありそうじゃん残り数字2つで何がはまるっていうんやゼロゼロで俺とかいや普通にあるやんけバナナ分からぬ4か残り1つやし運に頼ってええぞバナナみよ以外で語呂合わせになりそうなのあるクソほど興味ないからないで寝起きだからトイレは行く本気でいつか生首が出てくると思ってるでメンタル回復もしておくこれでもう冷蔵庫ないからやな 結構飲まないと完全回復しないから消費は早かったよ探索に時間かかってたのもあるかもな答え知ってる前提じゃなきゃ時間かかるんだよなさていくぞ語呂合わせが違ってても一つずつ試すだけや気長に待たせてもらうで矢印部分以外を押すと決定扱いになるから注意押す場所でかいから大丈夫やろやったぜ残りの数字がどこにあったのか気になる人はプレイしてくれな何が入ってたのかピンときてないんだけど何これ マシンガンの弾箱やろ箱の中に箱別にナンバーロックってわけでもないわからんしねよか私ももう寝たい回復ドリンクももうないからそろそろ終わるやろ一応食べ物が残ってるからあんまり気にしてないおちょっと変わった病院っぽいけどさっきと違うな他も意識はしておこうそろそろストーリーがわかるようなもの欲しいしな40分間何してるかわかってないもんねよくあることやしえー、っちゃえ,えけどなあ ギブアップしていいですか地図がある迷路ならええやろ暗いなら迷路を出すな迷路を出すなら暗くするなって知らないどっかで聞いたことはあるけど知らんわ現在地どこ左下やろで左上のバツに行って何かして右上から脱出やな剥がして持っていかなきゃ無理だよまあうちももうマップなんて覚えてないから産んでいこな。 迷路って明るくても迷うようにできてるのに暗いの厳しいよ想像よりも暗くてちょっと草ライトが明るいから温上ではある引き出しに意味ない気もするけど開けとくね意味ないと思うのは何でやマップのバツ印の場所以外に物を置いてたらズルじゃんズルではないやろシナリオメモとかあるかもしれんしあったらいいなってのと一度来た場所が分かるようにするために開けとく 壁にに手をつつけけてて進めばゴールにたどり着けるってやややろうやメンタルゲージが足りなくなるから厳しいよこれマジでマップ覚えなきゃ無理なんやないか写真撮るかまあ戻り方もわからないんだけどね自動で目覚めるまで待つしかないかおええー、戻ってこれたやんいやマップの写真は撮りたかったけどそれはそれとして順調に進めてるものだと思ってた写真撮れたからマップ見ながらいけてええやん速攻で迷子になったから意味なかったね それは完全にお前が悪いやろマップの現在地があってない気がしたマップ置いてある場所が左下やなかったんか多分違うおなんや迷路内にもヒントあるんやんこりゃ嬉しいね全部の壁に行き先書いてあるくらいでちょうどいいよそれはやりすぎやろホラー気分で謎解き気分だから迷路気分じゃないし早く抜けたい迷路アンチすぎるやろ迷路ゲーなら文句はないよどうっとホラやん ああいう罠もあるの何もない迷路よりはええやんもうメンタル回復アイテムが尽きるから次で突破できなきゃ終わりだね迷路突破できても今が中盤だったらクリア無理やなじっとしてたり椅子に座ってたら回復するみたいな救済欲しくなるねここまで手間取るやつ想定されてないんやろな悲しいね見栄え変わらないからカットでいいと思う苦労は共有していけ多分今ここ扉の先が脱印の地点か 道中にアイテムもメモもスケアもなかったよ襲わがれて戻されるよりは何もなくてええわ追いかけてくるタイプではないと思うけどねこっち走れないしお鍵ゲット脱出に必死やん来てよかったな右上行こうね他にそれっぽいところないしな入り口からここよりかは近くてええなはい来たよ暗すぎて何も見えんが写真に撮ったマップだけ見て画面見てないから暗いのはどうでもいい メンタルゲージがマジで限界だからとっとと脱出しようなまた鍵どこで使うんやろとじんなとれや取れないんだけど無理だ上見よ来る場所間違えたかそうだとしたらクソマップすぎるでしょライト消すがやもしかしたらクリックが逆なのかと思ったんだよ左クリックが調べるで右クリックがライトオンオフやったな壁を抜けろって意味の矢印だったりする これ見よがしに引き出しがあって鍵があったのなんやったんや別の場所探しに行きたいけどもう時間切れなんだよね行くべき場所にはたどり着いたし現実が変わってるんやないかそうだといいねノーカットで歩けオッケーじゃあまずはトイレ起きてから毎回行ってるけど鏡には映らんしシャワーも浴びれんし便器に何かあることもなかったで今回は一度開けた引き出しもあけとこ んもないね調べるせいが正常だからさっき鍵が取れなかったの本当になぞやなでドリンクなくて食べ物も食べきってるから回復できないからアストラルトラベルできなくて罪だねそもそも今はアストラルトラベルして何したかったんやっけ箱のナンバーロックを解いたら箱が出てきたからその箱を開けるための何かを探しに行ったんだよ そんなもっあの鍵だったろパソコンのドクロも使う場所来てないからこの後も続くだろうし回復リソースが全然足りてないんだと思う調べる場所分かってるんだしやり直そうよやり直すには迷路がいらなすぎるもう少し濁していいえこれマジで罪なんかセーブないから最初からやろうねまあやること分かってるしやったるわ任せた。 ナンバーロックの数字が固定じゃなかったの感心したであと黄色のナンバーも見つけた開いた扉を閉じる習慣がないと厳しいと思ったで色のナンバーロックも固定ではなかったわ謎解きとしてかなりまともや迷路のマップは固定やマップなんだけどその扉を開いて入った先がスタート地点みたいマップ自体が貼ってある部屋は枠外ってことやな M でマップ開けるとかあればよかったな 左上の部屋で迷路を抜ける鍵を手に入れて右上の部屋に来たで鍵が拾えなかったところだね全く迷ってないけどゲージがかなり減ったから半端な回復してここに挑んでたらヤバかったわ毎回マックス回復する癖つけようね回復ドリンクを飲む音が汚いのが難点やけどな消さないでいろんなクリックとキーを試してるだけやしゃがむとかかマジで拾えないんやけどクリックしてるクリック連打しとるわ。 この鍵は見せるだけで部屋に何かあるパターンなんか理不尽すぎるでしょ調べるマークがあるからそっち行ってみるわこれ普通の歩行やけど3倍くらい早くするアップで待ってるで壁だねもうマジでわからん歩くの遅いし暗いし広いしゲージ管理あるしで面倒やほら迷路あるといらん文句出る 詐が見えるのに取れないのが一番腹立つわゲージ尽きるまで調べるやり続けたるわ他を調べに行くにはゲージ足りないしね一応目覚めて回復して戻っても来れるけど同じことの繰り返しになるやろしな戻っては来れるんだマップは完全に理解しとるからなそれでも時間はかかるからこれで無理ならやめてええわシナリオの断片くらいは理解したいけどね道中でメモすらなかったから話は謎やなはあ、なんで取れたん マジでなんでや芸術きた点滅状態だからとかだとしたらわかるわけないやろ夢と現実の狭間じゃないと取れない表現だったとかわかるわけないやろ判定が悪かったとかあれだけ長い時間クリックし続けて取れない判定はひどいやろスチームではよくある確かによくあるなこれいっぱいあるように見えるけど完全回復までは六本飲まないとあかんから減りは早いで無音で飲めとは言わないけどごくごく飲んでほしいで めっちゃ頑張って拾ったかにはここで使えるなまあ、た箱の中に箱やんけ寝ようね寝るって片たび立ちやあ変わったっぽい無限に続きそうなろうかやん異変があったら引き返えそうね話なしい系ホラーとしては共通してる部分あるわなサクッと遊べるからあれ系好きだよこういう謎解き系も好きではある生かした床ペイントやなああ 何をするべきかわかるんだけど戻るのが面倒だから進んじゃおうおい即死とは聞いてないえゲージも空にされてる完全回復してから行く癖があだとなったなまあリソース足りてるからいいやこのパソコンの画像を覚えて床のマークと一致するやつの緑の部分だけを踏むのが正解だろうねそういやこんなんあったな足滑らせしして回復無駄にしたくないから最小限で進む 間に合うんかそれこういう即死系ギミックの後は床に鍵が落ちてるくらいシンプルな作りしててくれるでしょ普通普通かは知らんやっぱ壁際以外い暗すぎるやろこのゲームあ普通のゲームだった引き出しの中じゃなくてよかったよ謎判定での苦労はもう忘れたで鍵かどこのやろ決断を下すってあるけどわからないやわからん時はベッド行こな ちなみにもうドリンクは残ってないよ食べ物があるからあと2回は完全回復できるからええやろ病院じゃなくなった迷路かあ<お>生きるか死ぬかを決断するための鍵ってことか何で急にそんなことを選択させてくるのかわからないけど死を選ぶほど生き尽くしてないよ矢印がそっちを指してるのが不安ではあるけどな向こうは血だまりもあったから怖いしお、目覚めか目覚めるときはブラックアウトなんだよな 私は死んだんか愛する人の魂を暗き虚空から救ったバイクの落としたエネルギーためてる音かもしれんしかし彼女を生き返らせることはできなかった彼女の命は私の命と引き換えだったからそして私は自分の命を選んだえこれ最後の選択間違えてる彼女の魂を救うのが目的やったんか最後の選択で死を選んでたら生き返ったのかな やればいいのではセーブないから初めからなんだよなやろうよ明るさ5倍で迷宮なしでリソース潤沢でダッシュ機能あるならやるであと鍵の判定なんとかしてくれよくわからないまま進んでよくわからないまま終わったけどよくある謎解きホラーって感じだったよ謎解きメインならシナリオ薄いのは納得や定価800円なだけあってグラフィックとウトも良かったねま、そうだねもう一つの扉開けるのはやらないけど 気になる人は遊んでみてね。それじゃ、また,、ね、また何かしらの新作を遊んで動画にするからチャンネル登録と評価もよろしくやそんじゃまたな。